シゲル坊は、東代より、中国で形成された、外国商人の居留地であるバンムラ。番村、番坊ともいう。一般に、西域経由のムスリムは、個人と同一視され、南海経由のムスリムは、ヒムスリムなどとともに、番人、番民と呼ばれた。高カソイドやオーストラロイドのアラブ人、ペルシャ人、インド人のほか、壮大に、海南島に移住した。 チャムジンムスリムなど、モンゴロイドのムスリムも万民と呼ばれ、諸三夜番村イコール今、三足海新村あたりに居住した。政党、8世紀初め、甲州に、市白紙が設置され、甲州が、長安、洛陽や洋州に向かう、ムスリム商人の基地となった。これに応じてムスリムなど外国商人の居留地域が、形成されたことが、シゲルボウの起源とされる。 当代の四配士は公衆のみにあったため、アラブ人、ペルシャ人著述家によるアラブ資料に見える公益都市コンフも公衆に否定され、シゲルボーはここに集中していたと考えられている。9世紀半ば、ヤンショウ率いる反乱軍により、コンフに居住していた多くのムスリムが殺害されたというアラブ資料が残されており、公衆大虐殺と呼ばれる。ただし、旧当時、 新登場の構想の乱関係記事には該当するような虐殺の描写はない。壮大以降、シベルボーアネーハなどの他の中国宴会各都市にも見られた87。878年の公衆大虐殺をペルシャ人のアブーザイドが記録している。ありがとうございます。